フルーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日も皆さんの上に神様の豊かな恵みと祝福がありますようお祈りいたします。それではまず賛美をお届けいたします。今こそキリストの愛に応えて。私が神の子とされた罪人の私が無限の愛の大きさにただ感謝をしよう。こんな私のためにさえ命まで与えた十字架の愛の大きさにただ感謝をしよう。Thank you.
こそキリストの さて今日は真理はあなた方を自由にするというタイトルでお話をしていきます。聖書の箇所はヨハネの福音書8章32節です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。まず一つ目、聖書の中ではイエスこそが道であり真理であり命であると書かれています。救いを得る、天国へ行く道はイエス様を信じる信仰以外にはないとはっきりと聖書に書かれています。ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。そして2つ目、イエス様は父なる神を表すためにこの地上に誕生して十字架で死によみがえりました。このことを通してのみ私たちは神の愛を知ることができます。ヨハネの福音書、ヨハネの手紙第1章10節11節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためなだべの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。聖書には神様は愛であり、この愛を示すためにイエス・キリストはこの地上に生まれ、そして十字架で死に、よみがえったと書かれています。このイエス様の、本当に誕生や、そういったさまざまなイエス様の出来事を通して、私たちは神様の愛を知ることができます。それ以外の何かを通して、神様の愛を私たちは知ることができないと聖書に書かれています。そして3つ目、イエス・キリストのところには自由があります。強制や脅迫観念によって人を従わせるということは神の御心ではありません。コリント人への手紙第2章17節、主の御霊のあるところには自由がありますと書かれていますが、聖書の教えは素晴らしいものですけれども、人はそれを自己解釈して間違えた捉え方を伝え、その結果多くの被害が及んでいます。聖書を読むとき、私たちは真理であるイエス様に目を向けなければいけません。そうしなければ正しく聖書を読むことができなくなります。コリント人への手紙第2章15節から16節には、かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心に覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです、とあるように、私たちが聖書を読むときに、本当に私たちの主であるイエス・キリストに目を向けるときにこそ正しく聖書を理解することができます。今日あなたが真理であるイエス様のもとで自由、そして命を得てくださることを祈ります。それではまた来週。